あ、これは。大事な会議あるから帰りが遅くなるよ。もうすでに嫌な予感しかしない。忘れん坊だっけ。電車が来るまでまだ時間があるな。書類を確認するか。なんか吸い取られてる。書類忘れるフラグか。何してたんだっけ。電車来たぞ、急がなきゃ。まあそうなるわな。これは駅員さんか。忘れ物かな。あ、電話が。大変。小日向駅に大事な書類を忘れたみたいなの。駅員さんに言えばすぐ分かるそうよ。急いで。時間制限あんのかな。のんびりしてますからね。それでもさすがに駅に忘れたりするかな。時間がないから。お父さんの忘れ物。まあね、そんなこと言われたって行かないけどね。生ハゲに喧嘩打ってみるか、いっそのこと。とりあえずなんかフラグ立ってっから。ん？笑えねえ。なんかもらったな。意外がぐり。意外がぐりどこにいんだろう。前確かできなかったのが、あれぶってならなかった。釣りのやつだよ、釣りのやつ。この人だっけ。どうしたの？伊藤。いいよ。大森山のどんこ池だよ。星がついたらもっとレアなのいる。普通の方がいいねって。あとは妖怪ウォッチが。こいつもマグロか。もう一回ぐらいかな。ちょっとリベンジしてみるかね。悪い子はいねえが。さあとりあえず戦わせてみるかね。フリチーの陣ミス4。うん、勝てるな。バイバイ。お、サボってくれた、ラッキー。くらえ。36。倒せる気しねえけど。ババーンが強いな。勝てる気がしねえってか、あれか、技使ってるとき狙われやすい系か。圧倒的攻撃力。池山湯気かっ飛びました。72、しかもキャンセル。もらったぞ。眉毛すげえな。勝てる気しねえな。すっくん一発いっとけ。
勝てる気しねえな。まあ、正直今回は実験できただけのようなもんだし、しかも必殺技使うとちょっと狙われるんだな。まあさすがにこれじゃ倒しきれんだろうな。あとボスじゃないからどれぐらいダメージ与えてんのかもわからないのかな。ガードしたって勝てねえぞ。まあ無理か。なんか生ハゲは進めば進むほど強くなるらしいから、最後には手がつけられなくなるという。まあ分かってたからアイテムとか使わずに行ったんだけどね。危ない、事故るかと思った。とりあえず伊藤するに行ってみようか。なんかハテナ公園か、ここか。あ、一人でに動いてる。すでに事案だこれ。何がいるのかな。葉っぱ野がっぱだ。もう友達なってるよな。ブランク楽しいっす。マジこれパないんすけど、あげちゃうっす。キュウリだ。葉っぱっつったらキュウリだよね。まあまあまあ、まずはまあまずは伊藤釣り行ってみようかっていう。どんこ池ウリチ、ここ買ったらあれだよね、山に近いし学校にも近いし、まあ小学校しかないけど。大森山、意外にと、あ、ガチャやっとこう。ガチャ火が変わるたびに3回3個もあったかな。妖怪ガチャ1個しかねえ。ガチョーン、何が出るかな。中継検知玉、まあ外れだな。ゲームメダル10個ぐらい残ってたよな。ゲームコインで回す。何？そんなこと言われても。回してやる。ガチャガチャ。ガチャガチャ。ガチャガチャ。お、良さそうな色が。ガード万歳。守備力上がりそうなアイテムが。ちょっと音が良かったぜ。なんかこれね、メダル取った時点で実はもう何出るか決まってるらしいから、リセットしても無駄っていう。メニューかな。持ち物、さっき手に入れたのがガード万歳。読むと守り以外に興味がなくなる。性格を同時代にする。壁キャラに覚えさせたら良さそうだ。壁キャラリストラしちゃったけどね。あー疲れた。伊藤釣ろう伊藤。そんな簡単に釣れるものなのかという。ここか。これにバスだよな。あーだいぶずれた。まあ、金も行ってみようかな。大体1回転ぐらいすることが多いんだけど、そこでもないぞ。そこの間に来るか。餌買っとけよかったかな。アイテム、お、前の釣り人が置いてったのかな。あ、伊藤っぽいのいたら使おうかな。巻き絵はよし。まあ亀だよね。どう見ても亀だよね、さっきの。あれは伊藤じゃねえよ。もう気配がないとか言わないから、まだ何かいるのか。なんもにねえけどな。何箇所かぐらいあんのかな。ん、雷魚だなこれ。
よし。な、ナマズだった。こっちはバスかな。お、当たりあんじゃん。狙ってみる。いけ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 、いった。あ、これはレアかも。ブラックバス欲しい。ランカーサイズ、いや、ランディーバース。しかし今欲しいのはこれじゃない。糸を、今度こそライオかな。ナマズだ。ちょっと遠いと分かりにくい。身代わり人形、書類取りに行けよってね、すげえ言われそうな。何にもいない。奥もやっぱナマズか。これ船だな。レア船。あ、ダメだ。もうちょい。ダメか。あ、ずれた。ラッキー。船っこ船っこ。巻き絵、身代わり人形。もっと上か。普通伊藤とかっつったら滝壺とかだよな。ほら、こっちの方が手いないか。バスかこれ。ちょっと見えねえな。ブラックバスだよな。これ以上は奥ないのか。いけないか。画面変えまくった方がいいのか。あれもバスかな。まあ、そんな簡単にずれるもんじゃないけどな、伊藤なんか。バスだな。夜じゃないと釣れないとかかな、もしかして。いねえな。ちょっと魚変わってんのかな、そもそも。変わってないんならあんまり意味がないっていう。ナマズ。見当たらん。お、アイテム。ダンシングスター。やはりそんな簡単に見つかるものではないか。D クラスの妖怪。妖怪も捕まないとダメだなって。ここかな？妖怪の気配。どこ？あった。初めて見るやつだ。うつぼ、つぼつぼかな。笑うつぼ。笑うつぼの笑いのつぼがわからんでさえ。好物は魚か。寒がり、ズルズルズル。まあ戦え。てか捕まえもしないとダメなんだよな。百裂肉球。魚系だから普通に考えるとあれかな。弱点は、あ、倒しちゃった。弱点っていうか好物は魚かな。まあ、何もしなくても仲間になってくれたら楽でいいんだけど。オパールって宝石持ってたよ。
さすがに仲間にはなってくれないか。あ、セミだ。合成とか考えるとな、いろいろ捕まえたいのいるんだよな。ミンミンゼミ、笑えねえがな。けっ、あ、やばいやばい、もうちょいちょい、ちょっとちょっと、ダメだ、逃げられちゃった。意外がぐりと笑えねえだったかな。ジマジャンとババアに合成チャンス。糸っぽいのはねえな。ナマズばっかりだ。どんこ池じゃなくてナマズ池の方がいいんじゃねえのか。ここどんこいねえじゃんって。あ、いた。よし、超贅沢に使ってやったぜ。伊藤、伊藤くん、ゲット。いるもんだね。おっさん、伊藤だぜ。なんかいいものくれよ。っつったらあれだよね、今日から俺はだよ。ウニ頭の伊藤ちゃん、カッパカッパカッパ。よし、遠い。スタミナ減りにくくなるアイテムがなんか欲しい。よし、到着。はいよ、いいよ。サイズ的に超でかかったけどな。ありがとな、何よりです。チュアという名前の魚もどこかにごくり。いや、いないっしょ。バッチリ解決。いいものくれよ。ウィス、経験値めっちゃ多そう。いいね、なかなかいい経験値。新鮮なウニ、ボーナスチャンス。ニャイト、やった。前これミスだったんだよ。さよなら天使ちゃん。珍しい魚に目がないんだ。忙しい忙しい、主婦は大変だわ。ショップ、魚みたいな顔してるね。とりあえず、あ、新鮮なのに1300円もするじゃないか。巻き絵買っとこうか。10個、20個ぐらい買っとこう、また釣り系の時に。で、まあ、魚好きな妖怪仲間にするためにアジの、いや、もうちょっと贅沢なのにしとくか。いろんなの1回なら大丈夫。ここコンビニか。あー、郵便局か。あー、もう信号。こうしたら関係なくなるんだよね、ナマハゲ。悪い子になってしまう。コンビニでおにぎりも買っときたい。モンスターズの初代みたいに何個でもアイテムあげれるんだったらいいけど、霜降り肉かける4したら必ず仲間になるから楽だったんだけどな。1個しかあげれないから高価なやつキープしとかないと。
カウカウ、高菜おにぎり、サンドイッチはパンに当たるのかな。で、ラーメン、ラーメン好きなのもいそうだな。ラーメンも買っとくか。とりあえずこんなものでいいかな。24時間営業、なんという甘美な響き。猫だ、にゃーん。ここ薄暗くて気持ち悪い路地だろ。子供が一人で入っちゃダメだぜ。大人の俺でもぶるっちまうぐらいだからね。あ、敵敵、グレルリン、ジミー、グレルリンがいねえな。と戦う、狙う、まあ一回で倒されちゃうぞ。で、こっち倒して水流がいい。アイテム、あー、もう倒しちゃった。仲間にならない。グレルリンまだいなかったはずだから仲間にしたい。いるいる。ってことはもうあれだ、狙うと同時にアイテムいくか。まあババアにしとくよ。一瞬で倒された。どうしようもねえなこれ。川端さんが強いんだ。攻撃するなとかいう命令できないのかな。まあいいや、開けてみよう。確か2箇所 D の場所があったはずだからな。地下か。ザコ復活してないし、とりあえず奥行ってみるかな。地下水道、なんかいる。チッス、降臨坊たちが現れた。わからんから適当に梅おにぎりをあげよう。誰でもいいよ。好物だったとかそういうセリフが欲しいよね。早送り、もう一つか。経験値も18だからこいつらも弱いんだな。お、来た来た、降臨坊。かき氷好きなら友達になろうよ。うん、なるなる。降臨坊、降臨坊つけるよ。なんか面白いのあるかな。リンボ、降臨、カッチコッチ、フロゾー、リンボ、氷っつうか、こいつあれだよね、雫だよね。さあし、水の雫に見えるから、お前は雫だ。ガチョーン、不気味族だ。他にはアイテムぐらいあるんだろう。もうお前はさっき戦った、しかも仲間にもなった。ん、なんかある。アイテムじゃん、なんか流れてきてるぞ。あ、もう何にもない。ある意味細かいけど、あれ、あんまり何にもねえのか。入っても、お、 D、 D の妖怪がいるのか。どこ？どこにいるの？こっか。全く姿が見えない。
動き早っ。なんだ、何がいるんだ。色違いの降臨棒か。タラリーン、鼻から牛乳。おにぎりでいいかい。一個いいおにぎりにしてあげるよ。川端さん、川端さん、川端さん死んじゃう。なるほどね。ちょっと弱いのかな、倒しておく。てか必殺で一気にいっちゃうか。仲間にしたいやつにおにぎりをあげた。おお、強え。かっ飛びました。あ、一体技か。ジバニャンは全体攻撃かな。鼻血ボンバー、お前鼻血だったのか。ピンピン、ピンを変えたい。回復か。よし、なってくれるかな。そんなにほど強くもないんだな。来い、俺のおにぎり。そしてアイテムが一つ、赤コイン。あ、ガチャレル。あー、なるほど。下画面のマップ見ると割と先がわかるねっていう。ん、あ、お前も初めてか。一応言っとく。意外がぐりだ。あ、3匹ちょうどいるじゃん。全員に梅おにぎり配ろうか。まず真ん中ね。真ん中倒しちゃって。ガードしてる。ババーン。で、真ん中倒しちゃったら2個目のおにぎりあげて、取り付きはいいから殴れ。じゃあ次はサンドイッチ、贅沢だ。お、ハート、うまい、うまい。好物だったか。じゃあ次はお祓いしといて、あ、やべやべやべ、奥のやつにも食わしたかったのに。大丈夫か。あ、ダメだ。まあ2人にあげたしいけるかな。76。ほい、来た。意外がぐりが近づいてきた。友達になろうか。意外がさせるよ。脅し。しょうがねえな、なってやるよ。つける。なんかいいのあるかな。イガちゃんとか。トゲスケ、イーガ、チャイガ、栗山さん。まあ、何にしてももう数十秒ぐらいでお別れなんだけどね。じゃあこうね、ガリだな。あえてこう、イガイガグリのガーとリーを使ってガリだ。お前はイガイガグリを3匹倒せっていうのあったよね。誰だっけ。よーし。